動画の再生数を伸ばそう会議。はい。ヒカル君。何ですか動画伸ばしたくないですかま、あ伸ばしたいですよね。伸ばしたいよね。はい。だから、人間には知恵がある。3人よれば文ンの知恵とも言う。うん、ま、2人しかいないですけどね。そう。だから、ま、あ2人で、はい。文ンさんには及ばないまでも、はいはい。文ンジュ人わかんない。わかんないんだけど、はい。ま、あなんか、いい感じのね。うん。話し合っていい感じのアイディアが出ればいいなと思って。出してこ、出してこ。 いいすかお願いします。だから、僕、とりあえず、先人に学べということで、伸びてる動画をいろいろ見てきた。おう。YouTube の。川本調べ。そう、川本調べ。はい。それを参考にすれば、とりあえず手っ取り早いんじゃないかなと思って。うん。じゃあ紹介して。まあ、一番わかりやすいの。うん。コラボ。まあ、ですよね。はい。著名人、うん。有名人、うん。YouTube、人気 YouTuber。うん。 などと、コラボすれば、うん、すごくお手軽に <laughs>、言い方悪いけど、うん、すごくお手軽に伸びるよね。まあ、王道ですよね。まあ、<う>ただ、その話一つ問題がある。はい。別に我々とコラボしたい人いない説。<laughs> 説っていうか、まあ、いない。まあ、事実 <laughs>、うん、事実ね。ちょっとね、知名度、その他影響力、うん、ものも考慮して、コラボするメリットがない。そうなんだよね。金払うか。 あ、金ね金というメリット。金というメリット, <laughs> リット裏でね。あ,さあ、ヒカキンさんっていくら払ったのコラボしてくれんのかなそれマジで言っていいマジで言ってじゃあ。私の、あの、いや別にこれ業、なんていうのそういう機密情報を知ってますとかいう話じゃないですけど。うん、はい。あ、相場として<う>相場を知ってるってこと相場なとな、ね、なんとなくね。はい。なんとなくね。多分1000万級。1000万か <laughs> た。ただ、ただね、はい、ヒカキンさんも、 一千万もらったら誰とでもコラボするわけじゃないから。ああ、まあそうだよね。そう。だから、まあ言い方悪いですけど、金で動かない人は金を積んでもダメだから、うんはい、はいはい。金で動く人を金で釣るっていう。金で動く人気 YouTuber って誰わからない。<laughs> それはね、わからん。<laughs> なるほどね。うん。YouTube で出てる人ってやっぱキャラだからね、そのお金お金みたいな感じで言ってる人も結局キャラでやってるから。ね、確かに。 本当のところは分からん。多分この金を積んだらコラボしてくれるって僕らが動画で発言した時点で。もうね、コラボしてくれない。可能性なくなったね。じゃあこれはダメ。ダメだ。コラボはダメと。次。これはいくつかあるんですけど、これもわかりやすいやつ。お金系。シンプルなのだと、サムネイルにね、3000万円って書いてある。これはなんかカード系の YouTuber。 カードゲーム系の YouTuber の人で、はいはい、でもその動画すごい伸びてた。<ー>なんか3000万級のカード買うかもね、みたいな。三千、うん、3000万だったか、1000万だったか、500万だったか忘れたんだけど、まあそういう系。うんうん、とにかくサムネにでかい金額を書く。ー5億。5億、はい。で、右下に、カオちさんとムノヒカルの練習はみたいなの書いておいて <laughs> た。ただの嘘じゃねえか。<laughs> いや、でも別に、 5億っていう数字が書いてあるだけだから、あとは、こう、5億に該当する我々の何かを持ってくるっていう。ただ、僕調べだと、うん、もうとにかくでかい数字を書けばいいというわけではさすがになくて、うん、別にその5億を払ったとか、5億もらってるとかじゃなくてもいいんだけど、うん、なんかこう、動画内容に関係することじゃないと、ダメだなっていうのは。うん、あのー、最近見た、あの、私が好きな某、有名格闘家の方のえっと動画で、練習は って書いてあって、うん、動画見てみたら、ファイトマネいくら、ファイトマネいくらなんですかって聞かれてて、うん、7000万って言ってて、<う>まあ、冗談なんだけど。冗談なんだ、うん。そういうのもありますよね。いや、種類として。いや、それでサムネイルに7000、年収は7000万って書いてあったいや、書いてない。書いてないでしょ。<laughs> 書いてない、書いてない。<laughs> まあ、だから、書いたらただの釣りだもんね。うん。嘘だから。じゃあ、あの、500万円のカード買うか。 あの、マジックザ・ギャザリングのさ、ブラック・ロータス。うん、ローン組んでいいいや、ローン通用するのか知らないけど。通用 <laughs> しないから。キないっすか ?500 万。銀行出してくれないか。500万出す気ないっすか。カードにカードに。うん、ドに辛いなぁ。投機 <laughs> <器>、投機<や>目的でやるいや、あの、強いから。いやいや。ブラック・ロータス。<laughs> 強さで、強さで500万出せんなあポケカにもあるらしいよ、そういうの。ね、なんか、怪力リザードンなんか持ってない 怪力リザード持ってないないかなぁ。奇跡的に所持してたとこないかなじいちゃんち捜索するか。僕らはポケカも持ってたじゃん。ちょっとだけ持ってましたね。で、ギャザも持ってたじゃん。はい。なんか500万するードとかない。なんかあるんじゃないかなぁ。ちょっと今度探してみましょう。あの、先に言っとくけど、絶対ないと思う。ないでしょうね。じゃあこれもダメと。じゃあ次いっていいですかうん。これまぁ似たような感じなんだけど、はい。結構人気あるなと思うのは、ソシャゲのガチャ。うん。で、まる出るまで、 回した。うん。〇〇万円みたいな。ああ<ー>。総額〇〇万円みたいな。はいはいはい。どうすかああガチャね。そ<う>まあ我々、まあやらなくはないですけど、ソシャゲって、アプリゲームって。はい。まあそんなガチンコで回したことはまあ正直ないし、それぐらいガチでやってるゲームもあんまないっすよね。うん。ジャンタマが掛けぐる,ぐるいと、掛けぐるいとコラボしてくださった時に。はいはい。あの全キャラと、うん。 全掛け狂いキャラと全服装をね、うん、出すために本気出した以外は、うん、そんなにガチャしたことないかな。うーん、まあそうっすよね。あ、これちなみにこの場を借りて言っておきたいんですけど、はいはい、前、某ゲームが掛け狂いとコラボしてた時に、うん、我々装備揃えたじゃないですか。うん、ああ、揃えたね。うん、いやで、一部ツイッターでもらってるんだろみたいな。<laughs> 見たんですよ。いや、一個二個ですよ。一、はい、個二個です、本当に。はい あの実際リツイートとかすごいいっぱいしてもらえてなんかいろんな人がなんか楽しんでもらえたのかなと思うんですけど 1>,、はい、1個2個もらってんだろ魔石なのかその装備なのかアカウントなのかもらってんだろみたいな。うん 全部自腹。<laughs> そうだね <laughs>。全部自腹の。で、しかも、その金払ったら、そんなすぐ装備作れるかって別にそんなわけじゃないんで、うん、ちゃんと装備できるまでレベルを上げないといけないんで、ね、全部ガチ。<laughs> <laughs> まあ、今までコラボして、かけぐれとね、コラボしていただいた時には、うん、僕は大体全部のキャラとか装備とか、服装とか出してるけど、うんうん、全部自腹だよね <laughs>。全部自腹。あのね、いや、わかる。 そういう風に思ってしまう気持ちもわかると思うんですけど、うん、これさっきのコラボの話と一緒で、うん、川本にフル装備のアカウントを渡したところで、うん、メリットないから。<laughs> いや、多分、本気でお願いすればくれるのかもしれないけど、まあそ、それも悪いし。そうそうねうん まあ僕もオフセ的な気持ちで。そういや、そうそう、私もね、課金しましたよ。ありがとうございますという気持ちで。うん、あの、運営会社の皆様、う元の皆様ありがとうございますという気持ちでね、たっぷり遊ばせていただきましたよ。それ考えるとさ、いくつかコラボしていただいたじゃない今まで。はいはい。全部合わせたら、うん。そこそこいってるかもしれない。それ言ってるかもしれない。時間も考えたらちょっとね、 一時間二時間では当然済まないですよ、これは。動画撮っとけばよかったね。<laughs> 確かにね。まあ、当時やってなかったからね。○○ <laughs> 万円みたいな。ああ、うん、そうすね。もしかしたら○○○万円かもしれない <laughs>。○○○万円はいかないでしょ。<laughs> じゃああれだ。あの、ヒカル君の友達でさ、年上げに200万使った子いたじゃん。いますね。彼連れてきてまた200万使わせようぜ。<laughs> そうね。彼、それ、結婚前にそれやってましたからね。<laughs> 直前に直前に、結婚直前にそれやってて奥さんに秘密だって言ってましたからね。<laughs> またやってくれんじゃない？気狂ってんなと思いましたけど。だからこれも、いやでもこれも結局別にそんなポットでのゲーム、ポットでっていうかあのこ,こっちがですよ。うん。なんか流行ってるゲームにポット入っていきなりそれやったところで伸びないんで、はい、結局ずっとやってて、この人はこのゲームずっとやってるって思ってるから伸びるわけで、なんかいきなり急に始めていくら使いましたとか言っても伸びないですよ。その正論言うな、ね、よ。 次。次は、はい。これもお金系なんだけど。お金系もうちょっと続くんだけど。お金大好きだな。いや、だから、みんなが好きなんだよ。伸びる動画をする。カウントさんが好きとは言ってない。まあ好きだけど、はい。えっとね、買い占め。ああ、はいはいはい。まあ買い占めなど、お金すごい使いましたみたいな。はいはいはい。あ、やっちゃう サイズ全メニュー制覇やっちゃうそれ2万円でいけんじゃない <laughs> 買い占めだろう <laughs> サイズエリアさんのメニュー全部制覇してみた、うん、合計まる万円いや、だから2万円だろ、だいたいまあ、でもいいかもね。いやそ、我々なんてそのぐらいですよ。まあ、間違っても、あの、ヒカキンさんがやってるみたいな、はい、このブランドショップ行って全部くれなとかね。うん。あの、 普通に不可能だからね。不可能。<laughs> お金が足りない。うん、ダメだな。<laughs> 貯金全部吐き出しても足りない。サイゼリアさんメニュー全部制覇。くら寿司さんメニュー全部制覇。あー、いいね。何皿まで食べれるのかみたいなことも一緒にやる。やるか。くら寿司さん、最近うどんとかラーメンもありますからね。あ、食べる、全部食べるのがきついと。<laughs> <laughs> お,すお寿司に限定して <laughs>。まあ、とかね。できるのかどうか、ね。いいんじゃないかな。 じゃあまあ、候補で <laughs>。候補で。はい。えー、次はですね。うん。みんなが、ちょっとやりたいんだけど、うん。やれないこと系。例えば、うん。クレーンゲームにめっちゃお金使うとか。ああまあ、めっちゃって言ってもまあ、例えば1万円とかもっとうん。クレーンゲームに1万円使う人ってなかなかいないですよ。全部取るまでみたいな。あの、お菓子が、さ、お菓子をすくってさ、お菓子落とすやつあるじゃん。あの、タワーみたいな。タワーそう、タワーみたいに立ってて。はい,はい。あれさ、 基本落ちないじゃん。倒れないじゃん。うん、でも倒すまでやる。うん、いっぱいお金使ったら多分取れるから。みたいな。うん、どうすかうそ動画だからな。確かに。<laughs> <laughs> そもそもの問題があった、ね、あ我々今日ラジオ形式でやってるから、はい。ま動画どうなんですかね。やってみたいですけど。確かにな。クレーンゲームやってる時に顔一切映ってないってなんか微妙だよね。微妙と。<laughs> なんかね、あの、 クレーンゲームの技術を見せてる人とかもいるから、そういうのはいいかもしれないですけど、我々のね、その、つたないクレーンゲームをね、その手元ずっと見ててもしょうがないですしね。確かに。うん。じゃあこれは、競馬に〇〇万円。競馬とか競艇とか競輪とかに、バッとお金使う。うん。しかも一点外で。ギャンブルはちょっとな。ま、ギャンブルマンギャンブルが書いてるんだけど。書いてるけど。ギャンブルはちょっと。ね。本当ですかお子様も見るからさ。 見てるのかな <laughs> 見てるわけねえだろ。あ、ちょっと思い出、思いつきましたよ。さっきのとちょっと絡めてですけど。はいはいはい。自販機のジュース、うん。ランダムで1個選んで、うん、あの、売り切れになるまで飲み続けるっていう。ああ <laughs> <laughs>、面白いね。人によっては5本で終わるかもしれないし、はい、はい、人によってはちょっとマックスどれぐらい入るのか分かんないですけど、20本飲まないといけないかもしれないけど。<laughs> そこゲーム性あっていいんじゃん。うん。選ん,いい選んでいい。選んでいい。たださ、 問題点すぐ思いつくんだけどさ。うん、いや、だからそれも動画だよね。<laughs> 動画だね。<laughs> ダメじゃん。ダメか。なんかさっきから全然ダメだな。あと僕、宝くじっていうのをう <laughs> あ<ー>宝くじ、なんか例えば100枚買うとか。100枚ぐらい普通か。買う人って。まあ、やる人は買うんじゃないですか。だって1枚300円とか。でも、確かに宝くじはちょっとやってみたい。あの、すんごいちっちゃい時に、うん あの、なんか、一緒にいた大人の人に買ってもらって、うん、いいもん買ってあげるからついてきなよって言われて、うん、つい、ついて行って、買ってもらったっていうのと、<laughs> <laughs> あとその後中学生ぐらいの時に、あの、スクラッチやりたいなと思って、うん、友達と少ないお小遣いから出して買いに行こうとしたら、うん、未成年には売れませんって言われて、それはそうだ。知らなかったっていう。<laughs> え未成年はできないんですかって言った記憶がある。ギャンブルだからね。うん。 まあだから、宝くじだと結果出る前にちょっと時間かかるから。スクラッチにしよう。スクラッチ,ラッチか。やってみた。スクラッチ100枚買ってきて、うん、削り倒しますみたいな。やってみた、いやってみたい。い本当ですかかけ狂い原作者のギャンブル力を試す。<laughs> どうえー、じゃあ3万円ですか ?3 万円。1万円300円として。3万円 ?3 万円三万円ってでかいな。じゃん負けにする 負け3万円、うん、まあ私もね、かけぐるいスピンオフ小説2本書いてますから、そうかけぐるい作家と言えるでしょう。うね、や,やりますかわかった、わかった。はい、ちょっっと待って300円でしょうんだから1万5000円で50枚か。ああ、ずつ買って、対決、うん、対決、対決あ合計金額を競う。いいかもしれないね。私の すずめの涙ほどのお小遣いの中から、1万5千円を拠出し、はい、<laughs> 結婚してるからね。一体いくらになるのか、もし儲かったら、はい、奥さんに指輪でも買おうと思います、はい。ものすごい儲かることを想定してるね。うん、300万ぐらいやってるつもりでいる。<laughs> まあ増えたら同じだよね。うん、よし、これやろう。あ、やりますか。これがいい。あ、マジで、うん、これが面白い。50枚ずつ買ってきて、うん。やっぱり我々が楽しめないと意味ないんで、じゃあ、不正していい 可能なのそれ。え、5000枚買ってきて、でも、サモ五50枚しか削ってませんみたいな雰囲気を出して、無理やり当てる。いあの、そういうね、あの、か、けけ狂い本編的なメソッドいらないから。イカ様。イカいらないから。うん。正々堂々やれや。5000枚っていくから僕をそこで圧倒したら何のメリットがあるんだよ。いや違う違う、動画的に。動画的にああ、そういうのをやらない。まさかの。うん。まさかの、いや、あ、これ条件も満たせるじゃん、サムネに。 うん、まさかの結末、〇〇〇万円ゲットみたいな。ああ、それでかいですね。<laughs> でも、このチャン思い出してほしいんですけど、このチャンネル、<laughs> はい、釣り、煽り、うん、仕込み、一切なし。不正一切なし。不正一切なし。なしガチ。ガチ。下ネタだけ許される。下ネタはいいんだ。下ネタはいい。それ以外は全部ダメ。そういうコンセプトでやってますから。 精錬潔白な動画を目指してる。そうです。全部ガチです。全部ガチでやってるから、この前銀の皿食べた時も33巻しか食べれなかったんですよ。ああ。つまんない欠陥だっても、ありのままを流すと。そうですよ。まあそうね。はい、じゃあ50枚。うん、50までいこう。わかりました。こうご期待まあ大体そんな感じですかね <laughs>、うん。まあなんかね、あのー、あれですね。こういうのやってみろや、とか。うん。お前らのこういう苦しむ様が見たいぜ、とか。 そういうのがあったら、ぜひ言っていただきたいですね。検証系とかね。うん。検証系。一週間まるまる生活とかね。はいはい。あ、やってみたいやってみたい。あ、本当？うん。何がいい一週間。風呂入らない生活は絶対嫌だわ。あの、思い出してほしいけど、私会社員なんで。一週間目とかが出社日だったらどうするでもさ、人生においてさ、一週間風呂入らなかったことないじゃん。ないね。 どんだけ風邪ひいてようがさ。私は、中学生の時に、一回やってみたことがあって、うん、<laughs> え、そうないや、どこまで耐えれるかっていうのを、一回やってみたんですよ。しかもよりによって夏夏だったかなでも寒くはなかったような気がする。二はい、はい、日が限界だった。限界って何がいや、もう体が痒くて、気持ち悪いし、なんか頭ペッ,ペットペットになるし。二日か。 無理だったね。まあ、それはあれだよね。普通に外とか出てってことだよね。いや、そう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 。そうだから3日目 ?3 日目で風呂入った。はいはい。じゃあ、次は1週間。マジ中学生の時の2日間風呂入らない私と、このうんさになって風呂に入らない私。おっさんのね。おっさんがね。この差すごいよ。確かに。ああ、気持ちの問題とかじゃなくて、差がすごいよ。 でも終わったらね、奥さんにインタビューするっていう。ああどう思いました,したか離婚するかもしれない。離婚しようかと思いました。<laughs> じゃあちょっと笑えないからやめとこうやめとこ <laughs>、はい、はい、じゃあもうこんなところで。はい。はい。じゃあ結論結論、えっ、ー、と、サイゼ全制覇く倉寿司のお寿司全制覇まあやるなら自販機、まあ、可能性としてあるのは。で、まあこれはやりましょうっていうのは、スクラッチ。わかりました。はい。じゃあ1万五千円なんとか。 練出してやりましょう。じゃあちょっと給料日まで待ってください。わかりました。よろしくお願いします。<laughs> はい、じゃあムノでした。はい、かまでした。今回の昨日見た夢の話は以上です。話してほしいテーマ、企画、質問など随時受付中です。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。